はいでは、19時半になりましたので、えー、エラスティックサーチ勉強会第48回を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとまだ皆さん、参加者の方がちらほらとしていますが、はいちょっと導入をしている間に人数が増えるのかしらと思っておりますので、えー、と先に進めさせていただこうと思います。はいでは、本日のエラスティックサーチ勉強会なんですけれども。 で最初にですね、お約束のところですけれども、まあ、コミュニティの成り立ちですね。はい、エラスティックサーチ勉強会というのは、えー、エラスティックユーザーグループ東京と、えー、JEUG、ジャパン・エラスティックユーザーグループ、この2つのコミュニティが、えー、2019年にジョインしまして、今の形となっております、えー。運営はエラスティック社とアクロクエスト2社ですね、こちらが運営しています。ということで、早速始めていきたいと思います。 簡単に自己紹介させていただきますと、運営しております、あのアクロクエストテクノロジーの吉岡といいます、はい。エラスティックスタックのコンサルティング全般を業務としてやっておりまして、世界初のエラスティック認定エンジニアという形でやっております。その他ですね、日本唯一のエラスティック社認定のコンサルタントとして、いろんなご支援を進めているという形になります。 で会社がですね、アクロクエストという会社でして、オープンな社風が特徴の IT ベンチャーになります。世界50カ国で、えー、取られている働きがいのある会社ランキングというもので、日本1位というのを3回受賞しておりまして、えー、働きがいに力を入れているという企業ですね。それから、日本で一番大切にしたい会社大賞というのの審査委員会特別賞。 主張していいるととうことで、まあ、組織を、えー、活性化するというところに力を入れているところから今では組織コンサルティング事業というのを展開しておりまして右下に書籍も出てるんですけれどもだいたい会社に、えー、数百社、まあ、200社以上ですかね、あのー、視察に来られて会社がなぜ、えー、活性化するのかみたいなのを見学されていくというような形で視察がよく来ております。 一方でですね、データ活用というところで言うと、エラスティックスタックの活用であったり、IoT データ分析であったり、機械学習 AI、こういった事業をやっておりまして、特にエラスティックスタックの活用コンサルティングは力を入れておりまして、エラスティックの認定資格者は今、9名まで増えております。はい、では、えー、弊社の紹介はこれぐらいにしまして、 えー、2ヶ月に1回、この勉強会をやっておりますが、この2ヶ月でのニュースなんですけれども、エラスティック8.2のリリースということで、えー、載せたんですけれども、つい今朝ですかね、えー、エラスティック8.3がリリースされまして、えー、マイナーバージョンが2回、この2ヶ月に上がっている形になります。8.2のリリースでいうといろいろあるんですけれども、まあ、ランタイムフィールドという機能に、ルックアップする機能が追加されまして、 今回の発表いただける内容となっております。それ以外でもですね、近傍サーチでフィルタリングをサポートしたり、あとエンタープライズサーチでいうと、もともとその新規に作った、えー、エンタープライズサーチ上で作ったインデックスしか検索できなかったのが、既存のインデックスを使って、まあ、マイグレーションを自動にできるようになりました。それから、えー、APM で AWS ラムダの分サートレーシングも可視化可能になりました。 あと2つですね、セキュリティの領域で言いますと、ユーザー単位での分析、セッション単位での分析というのが見れる独自のビューができましたので、よりセキュリティ分析というのがやりやすくなっております。それからよくデータを確認するときに使う、キバラのディスカバーですね、という機能がありますけれども、こちらにフィールドの統計情報が追加されまして、各フィールドがどんな値が、どのような分布で入っているのかとか、 グラフであったり、マップであったり、そういったところの分析情報が付くようになりました。でそれから、えー、今朝、えー、リリースされました8.3ですけれども、えー、新機能がいっぱいありまして、まだ全然見切れてないんですけれども、えー、いろんな強化がされてますので、まあ、これから、えー、新機能を確認していきたいと思っております。ということで、8.2、さらに8.3とリリースされたということで、また機能が増えて楽しみなエラスティックサーチになったなというところです。 でですね、あ少しし増えてきましたねあの発表される方に対して質問するときもしくは感想を書くときはです、ね、このハッシュタグをつけて、エラスティックサーチ j p というハッシュタグをつけて、えー、ツイッターにそびえいていただければと思います。はい、あのこちらの Zoom、ね、のチャットでも、えー、コメントは書くことはできるんですけれどもあの勉強会に参加、えー、時間の都合がつかなくて参加されていない方はチャットだと見えないので。 できればツイッターの方によろしくお願いします。はいえー、とこのハッシュタグについては、えー、チャットに。はい、よいしょ、はい。チャットに書かれ、白井さん、投稿しておいてください。はい、投稿します。はいはいはい、では。 本日の発表内容なんですけれども、えー、お三方に発表していただきます。えー、一人目ですね、株式会社 h a j エンパワ w e r m の松浦さんですね。はいえー、松浦さん、準備は、えー、大丈夫でしょうかでは、画面共有解除しますので、発表よろしくお願いします。はい どうですか映ってますでしょうかあこれでも。映っております。大丈夫です。ありがとうございます。したらちょっと。はい、ちゃったあまだ映ってますかねちょっとパソコン初心者ですみません。<laughs> あれこれどうだろうこれどうです大丈夫ですかね すみますかね今、真っ白ですね。あれ真っ白か。ブレインイドの一ページ目が映ってるってことですかね。おやおや。はすみません。切りますね。これどうですかね。はい、えっ、ー、と。 いいこれだと、これだと真っ白です。ていただいた後に、はい、真っ白くなってるんですあ、そうですか。はい、じゃあ、ちょっとなんか、はい、これ、大丈夫です。もうこのままいきます。ちょっと、なんか周り、邪魔くさいと思うんですけど、時間もったいないんですいません。はい。えっと、こんにちは。はい。一応、h h g ンパーメント松原と申します。ちょっと、あの、早口だと思うんですけど、ちょっと我慢して聞いていただけるとありがたいです。で タイトルなんですけど、早口で読みたい日本語で、マイクロサービス、外部と内部、グラフケール、つなぎ全部、エラスティックサーチ、ヘアナックサーチ、最高の早口コタを用意してきました。えっと、ちょっと皆さんの表情が見えないんで、寂しいんですけど、<laughs> あの、今日はゆるりと1個目だと思って聞いていただけると嬉しいです。で、タイトルのありに結構なんてことない話だと思うんですよね。で、グラフケールを使ったマイクロサービスを我々、 えーと開発してるんですけど、そのやっぱりちょっと弱いところというか、なんか保管してほしいなみたいなところをエラスティックサーチに助けてもらったっていうお話になっております。ので、まあ、基本的に現代の浦島太郎みたいな話だと思って聞いていただくのがいいかなと思います。で逆にちょっと申し訳ないのが、エラスティックサーチ濃度は結構低いと思うので、まあ、今後、こういう同じシーンはないと思うんですけど、導入考えてますみたいな方にちょっとでも参考になればなという。 お話になっておりますで改めまして、えっと、松浦と申します、えっと、札幌生まれ札幌育ちです今日札幌は雨が降っています、えっと、正真もののアーキテクトって自分では言ってるんですけど、ま、周りの人には行動が大胆なのであの嘘だろうなと思われてるんじゃないかと思います でこれちょっと今日顔を映っててどうかわかんないですけど、結構真顔で冗談を言うタイプなんで、この辺がわかりにくいですって言われがちです。で今二社目で働いてるんですけど、もともと SIA にいて、えーとまあ、小さいシステムから大きいシステムまで基本的にやってきたかなと思います。基本的にウェブシステムをやってきて、えー、ちょっともう最近言葉使わないと思うんですけど、SOA アーキテクチャみたいなのをやっていました。 でちょっとこんだけ硬い話をしてもらうと思うので、ちょっとあのプライベートな私も見てもらいたいんですけど、左上の写真でお分かりいただけるとおり、結構あの小柄で187センチぐらいです。で、ノウサギの保護とか、<laughs> あとは迷子の保護活動をしてて、あの <laughs> 結構社会的な、はい、行動をしてるかなと思います。 そんな社会的な私がいる北海道アルバイト商社グループなんですけれども、えっと、北海道で、えっと、求人メディアを運用しています。今日はエラスティックサーチ東京なので、ちょっと馴染みがないかもしれないんですけれども、えっと、歩きたとかジョブきたとか、地元会社ジョブたっていうものを持っております。 でちょっと下の方に書いてるんですけど、求人メディアは、えっと、4つぐらい持っていて、でそれぞれ、ま、求人のウェブサイトっていうのと、あとは、ま、紙の媒体と呼んでるんですけど、有料紙とか紙メフリーペーパーも発行しております。でこのらは自社工場で印刷とかをしていたりします。で私はご存知かもって書いたんですけど、もし北海道に。 まあ、お住まいだったり、もともとお住まいだったり、その出身だったりで、私ちょっと漢字読めないんで、自信ないですけど、音を、音をなんとかみたいな漢字を読める方とか、あとは野球ファンの方っていうのは、ょっとしたらご覧いただいたかなと思います。で、あの野球ファンの方には、えっと、こういう札幌ドームの,このホームランの席っていうんですか、ちょっと稚拙な表現でしたね、あのこういう観客席のところにロゴが入っているので、 どうなったかのホームランを見たときには、えーっと、見つけていただけると嬉しいですで。今日はエラスティックサーチ勉強会で野球の話をしようと思うんですけど、えー、っと私たちのチーム、各、ま、個、あ、システムについて、えーっと、打順をちゃんと考えてきましたで。この打順、言ってたらキリがないんで、えー、っとスキッとするんですけど、えー、っと我々のシステムは、まあ、ちょっとさっきと被るんですけど、グラフィック c w a r と j s を使っていて、 でまあ、マイクロサービスなので、スモールベースボールとか入ってました。でチームワーク重視で、えっと、チームメイト同士互いに過度に干渉しないようにのが、我々のチームです。で、このチームに、えっと、新外国人選手のエラスティックサーチ選手がこうやってきて、でまさかのこうメジャーリーガーのはずなのに7番ダッシャーで起用するというような、今日はお話となっております。 大丈夫ですかこんな感じで。<laughs> えっと、大丈夫です。すみません。<laughs> 大丈夫です。えっと、去年の2021年シーズンまでの動きなんですけど、このまだエラスティックサーチ選手が加入前の話ですね。でちょっとエラスティックサーチ選手が加入までちょっと前段長いんですけど、もうちょっと我慢していただければと思います。で、我々その2020年シーズンまでもともとそういういろんな 顧客の情報管理したり、注文情報管理したり、あとはさっきの Web の原稿と、氏名の原稿等があったりとか、そういうシステムを持ってまして、でこれはちょっといろいろ育ててきた結果、どうしても見つけ都合になってしまったりとかしていたので、でそこでウェブの求人とか紙面の求人を作る、ここに入稿システムとか呼んでるんですけど、ここの部分を新しくしていきましょうみたいな動きがありました。で結果的にこれ まあ、去年終わって、七月ぐらいからこの,この環境で動いているという感じなんですけど、えっとまあ、5人から1四人ぐらいでやったんですよね。で、入国システムだけやって、えっと、Google クラウド上で動いてますという感じになってます。で、この左のちょっとあんまり言葉を使いたくないんですけど、レガシーっていう、えっと、システムのところでは、レガシー基盤にはいろんな情報があるので、ここの聖地、まあ、となるデータっていうのはこのままにしておきましょうというようなのが2021年シリーズでした。 で,できたイメージ、これお見せしてもって感じなんですけど、えっと、ウェブのデータを作るところと、紙面のデータが作るところで、裏側で、まあ、これがデータとして完成して、えっと、本とかウェブサイトに出ていくというようなものになっていますで。エラスティックス UI ってあんまりなんか正直、周りで人気を感じないんですけど、私は結構気に入って使っております。で我々のシステムはあの、あんまり検索のユースケースが今までなかったので、まあ、それを どうしてていいいくかみたなな話になっていきますで、ここはちょっと重要なんですけど、2021年シーズンの設計が、えっと、GraphQL のフェデレーションという仕組みがありましてで、それを使ってます。で、このマイクロサービスの設計として、外はカリッと中はジュワッとのメリハリを意識しています。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、私もあまり分かんないです。えっと、とにかく、えっと、サービスの分割については、 熟考していまして、こうチャランプランな喋り方してると思うんですけど、きっと裏で熟考して呼ばれてるんじゃないかなと思います。えっと、<laughs> で、その下の方に書いてあるのが、まあ簡単な図なんですけど、このさっきちょっと画面を見せしたこのクライアントのところからは、まあ、グラフィケールが投げられてきて、例えばデータの取得とかっていうのが投げられてくるんですけど、ここをゲートウェイっていうところで、まあ、後ろのマイクロサービス君の、まあ データ取得をちょっルーティングしてくれる人がいるんですよね。で、このおかげで、えーっと、うまく全体として動いているっていうような仕組みになってるんですけど、それぞれのサービスっていうのは、まあ、こういうなんか仕組みで動いてて、まあ、ほぼタイプスクリプトの j スで,で、後ろ側には一個一個マイスケールがいるみたいな構成になってて、それぞれのシステムが、グラフィケールのインターフェースを使ってこう、このゲートウェイとつながっているみたいな感じで、最終的に えっと、これらの小さいグラフっていうのがここで大きいグラフになってでそれをこっち側から使うみたいな感じの仕組みになってます。でこれを採用している理由というか使っている理由は、えっと、やっぱりこのサービスの中でいろいろ閉じておきたいっていうのがとにかく強くてで例えばその顧客からの注文みたいなのって1対 n の関係だったりとか あとは、ウェブの求人データには画像が載っていたりとかするので、ここからの参照で画像があると思うんですけど、これをサービス間をまたいでこう参照し合うとかっていうのは、ちょっとなんか大変だなっていうのがあって、それをえっとちょっと冗長なんですけど、例えばウェブの求人原稿を取るっていうときには、ここからのリクエスト来て、ゲートウェイサービスからこうウェブの求人データを取ってきて、その中で取れてきた,きた 画像の ID みたいなのが載ってるので、それをさらにもう一回ここから取ってくれるみたいな感じになってて、こういう矢印じゃなくて、こう2回往復したので、ちょっとオーバーヘッドはあるんですけど、この方が全体としてちょっと統制が取りやすかったので、とにかく、えー、とサービス同士、中と外っていうのはすごく意識して、えーとまあ、マイクロサービスっていうレイヤーであろうが、とにかく互いに干渉しないみたいな風にしていました。でこれ、吉田と吉田と思うんですけど、やっぱり 業務システムっていろいろ商品構成とか仕様を変えていくものだと思っているので、それのやっぱり足かせになるようなことっていうのはしたくないなみたいな感じだったので、パフォーマンスを代償に今みたいな利便性を取っているというような割り切りを行っていました。ちょっと喋りすぎましたね。えっと、2027年チームの,この課題なんですけど、やっぱり今ちょっとご説明したとおり、サービスを横断した ケースのの情報取得がやっぱり遅くててそそもそもこの手のデザインに対して検索でできないんですよねでグラフィケールとしてよく語られがちな N プラス1問題とかあるんですけど、このフェデレーションという仕組みを使うと、さらにサービスも、まあ、別のサーバーで動いてるかもしれないというところで、ネットワーク的なレィテンシーとかもあって、これがより顕著となってくるというのが、まあ、問題というか課題としてありました。 例えば、えっと、お客さんの名前が北海道アルバイト情報でしたで、求人タイトルは事務スタッフというような求人を探しましょうとなったときに、お客の情報はここにあるし、えっと、ウェブの求人結構はここにあるしで、まあ、後ろ側のデータベースが同じであれば、ジョインとかして、パッと持ってこれると思うんですけど、これそもそもそういうことできないので、一、まあ、回集約してフィルタリングするみたいな感じの、まあ、アプリケーションのレイヤーでやるしかなかったりとか。 するのでこういうあたりがちょっと課題としてあったっていう感じです。でただ、まあ、同じことをお話ししちゃう感じなんですけど、やっぱり拡張性と性能ってトレードオフかなっていう感じはどうしても自分の中ではあったので、まあ、こういうような、えっと、アプリケーションにしないように、えっと、フロントで頑張るだったりとか、そういうような感じで設計をしておりました。でこの辺からやっとエラスティックサーチ選手が登場するんですけど、 ことしの動きとして、えっ、ー、とちょっと大体ぼかしちゃったんですけど、えっ、ー、と今年えっ、ー、とまあお客様に対していろんな営業アプローチをしたいよねっていうような目的がありまして、えっ、ー、とまあ社内でいくつかのまあ分類基準みたいな設けて、えっ、ー、と顧客のまあセグメントだったりとかっていうのをいくつかえっ、ー、と出しましょうみたいな感じになってきました。 でこの時には、やっぱりそのレガシーの基盤にあるデータっていうのを新しい方に持ってこないといけなくて、でこれらはちょっと規模は言いにくいんですけど、大体、まあ、データ数でいくと、まあ、数十万から数百万みたいなデータをかける、まあ、なんか20とか30テーブルみたいな感じの規模感のデータを持ってきて、えっと、それをどうやってこう早く、えっと、営業の担当者がお客さんの情報を見ることができるかみたいな感じのイメージです。ちょっとこれ 本当、ほんとボケボケなんで見にくいと思うんですけど、なんか、リスト表示されているところが、まあ、そのリストとしてバーンと出てきて、で、それの項目がまあ50ぐらいあったりとかするんですけど、それをあらかじめ計算とかをしたりした結果をやらせていさせて入れて、最後見せるみたいな仕組みになってます。で、これでもう今日ご参加いただいている皆さんとかだと、 もうエラスティックサーチがいいんじゃないのとか、そういう話に、よっしゃ、あるかもしれないですけど、他に、例えば検索サービスとか、なんかデータ連携みたいなキーワードって頭をよぎると思うんですよね。で、まあ、私も一応その中の一人っていう感じなんですけど、こう、このポジショニング結構ちゃんと考えたいタイプでして、さっきの熟考師の理由がここにあるんですけど、えっと、レガシーのところからデータを持ってくるパターンとして、まあ、例えば、 ちょっとさっきの図だいぶ省略しちゃったんですけど、この顧客のマイクロサービスにデータを持ってくるっていう手法が1個目ですね。で、それは例えば顧客サービスを拡張することになるんですけど、よく言えば必要最低限の、えー、と拡張。で、よく言えばもう少し検索っぽい仕上がりにしたいなみたいな感じで、ちょっとなんか縮こまってて、小さいスケール感みたいなのがなんとなくあるかなと思います。で、もう1個は、 の下の方なんですけど検索マイクロサービスを追加するっていう方法ですね。なので、顧客サービスとは別に、えっと、検索のマイクロサービスを追加するみたいな。で、こうすると将来的な確証性は確かにありそうだなっていう感じで、でその代わり、このサービスからの他のサービスで必要な依存が発生してしまうっていうところで、ちょっとまあ、なんていうんですかね、いいけどちょっとなみたいな気持ちがちょっと生まれておりました。 でまあ、こういう手法がまあ2個あって、他にも多分いろいろ考えたらあると思うんですけど、えー、とそれはちょっと触れず。でもう1個、えー、とこっちのレガシーから入院に対してどうやってデータをお届けしますかっていう問題があります。でここだと、ちょっとネットワーク的にもう左から右に流すしかないと仮定させてもらいますけど、えー、とこのレガシーの基盤からまあ何らかの CSV なのか、なのかの形でデータを抽出してこの、例えば顧客サービス、検索サービス、ちょっとどっちか分かんない状態ですけど、もし顧客サービスを拡張して、そっち側にお届けするんだったら、まあ、こういうルートをたどって、でこの時にえっに、と、顧客サービスのはずなのに、こう注文情報とか、他のなんか業務情報っていうのも取り込まないと、やっぱりその顧客の まあプロファイル情報というか、そういうセグメント情報ってできないので、それを取り込むのは、ちょっとなんか顧客サービスじゃない感があるよね、みたいなのが悩みとしてあります。で下だと、検索サービスにまあいろんなデータをばーっと届けてで、これは検索サービスなんで、なんか検索可能となるべき情報を取り込むというのは、結構納得感があるんじゃないかなという感じですで。これの2択がちょっとずっと悩んでたっていうのが、去年のシーズン前です。 で、ひょっとしたらみたいな感じで、えっと、このレガシーとケーの間、なんかこう、遠投しすぎなんじゃないのかなっていうのを思いまして、でこれ3番なんですけど、データやハウスを1個用意して、でそこに届けるで,で、こうすると、ここで、えっと、この生データ届いてきます、ここからのなんか、顧客のプロファイル情報をこういろんな計算をします。で、それを こっちに届ける、こっちに届ける。だったら、こっちでもいいかもみたいな感じの考えに至りまして、で上だとここで計算された顧客の情報そのままを持って、ここでエラスサーチのインデックスに入れて検索することもできますし、まあ、下なら下で顧客の情報だけじゃなくて、そのまま情報もこっちに送って、まあ、検索するっていうのはなんとなく納得感があるかなという感じでした。でその代わり、えっと 大掛かりかなという感じで、そこが課題なんですけど、どのみちレガシーのデータっていうのは、こっち側のまあマスターの付き合わせとかも必要だったりとかで、えーっと、やっぱりクレンジングも必要ですし、他の集計とかも必要なので、結果的にこれ必要なんじゃないのかなみたいな感じで、最終的に思いました。で、結果として、えー、っと、これ選んでるんですけど、えー、っと、一応順を追っていくとこっから CSV 出しました。 でここで、まあ、実際にはストレージ上にたまるんですが、実際にあった溜まって、そこからびっくりにロードして、生の情報からいろんな情報を取り出してきてっていうところで、データビルドツールのデータフォームっていうのがあるんですけど、これで、えっと、生データプレーニングして、エンリッチして、まあ、情報を置いておく。で、ここに対して、さっきここから中継プレで投げてた感じだったんですけど、それはこっちから取ってもらうことにしましょうにしました。 でサービスも検索サービスじゃなくて、顧客サービスの拡張の方にしました。でまあ、理由はいろいろあるんですけど、検索サービスでいきなり作ってもなみたいな感じっていうのと、ほとんどここ側の方がなんか主要なんじゃないかなっていうところでここできちんと顧客のプロファイル情報だけを取れるようになったので、それをこっちから任意のタイミングで取ってもらえれば、それでいいんじゃないのかなっていう感じですね。 実際、の夜間バッチでこれ流してるっていう感じになるので、毎、ま、日、あ、データがリフレッシュされるっていう感じの仕組みにはなってるんですけど、まあ、関係性的にはここにあるから、この顧客サービスは何かのタイミングで勝手に取ればみたいな感じの味付けにしているようなイメージです。で、エラスキサーチには、えっと、入れる、まあ、単位としてというか、ドキュメントの ID は、えっと、顧客の ID だったりとかを使っていて、顧客の各属性の、まあ 数値とか、えっと、キーワードとか検索可能なフィールドだけ入れてるっていう感じになってます。なので、ここで計算された顧客のファイルだけじゃなくて、えっと、検索用にちょっと削ったりとか、か形を変えるみたいなのは、ここのインデックシングのところでやってるみたいなイメージです。でここで ID だけ取り出して、えっと、本当の顧客情報はここにあるので、あとはこれを GraphQL のレイヤーでマックつけられるようにするっていうような仕組みにしております。 そうすると、ここのグラフケールからの、本当は、まあ、ゲートウェイとかが通ってあの、グラフが統合されていくって感じなんですけど、うまくこのグラフの裏にエラスティックサーチが隠れてくれて、インターフェース的にもこのマークキープしやすいかなっていうような感じで、最終的にこういうあの図になっております。で、この辺から対してまとまらないまとめに入っていくんですけど、えっと、エラスティックサーチと目指すちょっと先で、ここもちょっと踏んでるんですけど、 えっと、今のはなんかこううまくいってる風な話でなんかおとぎ話な感じがあると思うんですよね。で実際現実的な課題も結構あってでまず1個目が、えっと、旗定義が片付かないくてこれが結構しんどいです。でエラスティックサーズスのドキュメントの形もありますしグラフィックエリのスキマ定義もありますしピックエリのスキマ定義もありますしタイプスクリプトの型定義もあって なんかこう全部同じような感じなんですけど、例えばエラスティックサーチのドキュメントにはあ、ないけど、ビッグエンにありますだったりとか、なんかそれの関係が結構異なってたりとかしていて、これはしょうがないことなんですけど、なんかうまい仕組みを考えたいなと思って、結局これを片付けられていないかなという感じです。今はもう愚直に全部やってるんですけど、結構しんどいなというのもあります。でもう一個が えっと、エラスティックサーチからのグラフィックエールスキーマをうまく埋めずっていう問題があって、このうまく埋めずとグラフィックエールはこう踏んでるんですけど、どうでもいいですね。で、クエリの DSL がやっぱり高機能すぎる、まあいい意味でなんですけど、で、これをグラフィックエールの、まあ、なんかインターフェースで再現しようとしたときに、形が結構動的に変わるケースがあるような感じで、ちょっと再現しにくかったんですよね。で、実際、エラスティックサーチの、えっと、 j v a s スクリプトのクライアントとかのタイプスクリプトの型定義を見ても、ちょっとこの辺型定義たまにされてないケースていうか、結構されてないケースがあるかなと思ってて、ちょっとそこでできないんだったら難しいかなと割り切っていました。で、必要なまあアグリゲーションだったりとかは自前で実装してるんですけど、やっぱりなんかこの辺自前でやりたくないなみたいな気持ちもあってって,っていうのがちょっとなんか課題としてあります。で、これシーズンどんどん来年とか再来年でどんどん他の まあ、いろんなマイクロサービスのデータが増えてきたときに、まあ、検索所ってやっぱり、エラスキサーチを寄せましょうかってなったときに、他に広げにくい理由はここにあるかもしれないなっていう感じなので、解決したいなと思って、ハスラっていう、なんだろうなグラフケールの便利にしてくれるものがあるんですけど、これなんか、エラスキサーチ向けのやつもなんか最近登場するかもみたいな雰囲気になってて、またちょっと素振りをしようかなとは思うんですけど、ちょっと導入してできるかどうかは分からないかなという感じです。 で、最後なんですけど、えっと、このマイクロサービス外部と内部みたいなところで、ビジネス的なリソースとかシステム的なリソースとか、やっぱりマイクロサービスはサービスで、えっと、それぞれ違うようなリソースを扱うケースもある,ってると思うんですよね。で、それすべてに、こう、パキッと、このサービスはこれみたいなのって、白をつけるのはやっぱり難しいなと思ってます。で、その中で多分グレーになる、例えば検索とかで、なんか他のサービスの情報が必要みたいなのを、えっと、どこ、 どうやって共用していくかみたいなところで全体の保つバランスをうまく保っていくというのが結構まあ難しいところであり逆にやりがいのあるところなのかなという思っています。で、グラフィック l つなぐ集全部のところはやっぱり、まあ、そのさっきの分断はあえてするんですけどそれをうまく統合していってというところで統合しやすいグラフィックエールのフェデレーションというあの、まあ、仕組みはあるんですけど逆にやっぱり性能面のトレードオフがあるので 最後、エラスティックサーチの隔てなくサーチというところで、分断されたデータをうまく、えっと、エラスティックサーチにグレーなデータとして寄せて、そこに対してうまく検索で手伝ってくれるみたいなところで、あの7番打者として最高の動きをしてくれてるかなという感じです。で今回は、まあ、レガシーとの連携があったので、データウェアハウスで中継してるみたいな感じになってるんですけど、まあ、本当、こういう手のを受け皿としてちょうどいいかなという感じで。 BI のツールとかだと、まあ、ビッグなリの,そのデータウェアハウスがっちりだと思うんですけど、なんか逆に、えっとまあ、自,自作してる、内製してるアプリケーションからだと使いにくいというか、えっと、データウェアハウスへのクエリってやっぱり遅かったりとかするので、それはもうエラスキスの方が圧倒的に早くて、そういうあたりではこっちにあのデータを寄せるというのは結構いいかなという感じでした。 でもしレガシーとの連携がなかったらみたいなところで、まあ、いつも参考にしているんですけど、Netflix はそのグラフィールのアプローチに対してすごくなんか頭のいいことをやっているように見えていて、で、なんかサーチインデックシングみたいなところでブログがあったんですけれど、本当はこういうアプローチもいいなと思いつつ、ちょっと大分かりになりそうだから、まあ、2030年シーズンとかなのかなというところでした。ちょっとだいぶなんかオーバーショッかもしれないですけど、えっと、ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。早速ですけれども、まあ、結構いろんな苦労をしつつも、エラスティックを導入したっていうお話だと思うんですが、質問のある方はツイッターの方にですね、はい、エラスティックサーチ JP の方に、ハッシュタグの方にコメントしていただければと思います。はい、少しお待ちしますので、質問があれば投稿お願いします。 の方 <laughs> 大丈夫かな今のところ大丈夫そうですかね。はいでは、はい、松浦さんありがとうございました。はいでは続いてですね、続いてですが、はいお、なんか画面に映ってますね。 続いては、えーとですね古さん、エラスティックの古久保さんから、ルックアップランタイムフィールドの発表をしていただこうと思います。古久保さん、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、あれ、ちょっと待ち、よしょ。お待ちください。あれ、よいしょ。 こちらで画面見えておりますでしょうかはい、知っております。はい、すみません、ありがとうございます。はい、改めまして、本日は皆さんありがとうございます。えっと、じゃあ本日はですね、えっと、ルックアップランタイムフィールドということで、まあ、エラスティックサーチの8.2に新しく、まあえー、実装されましたあ機能です。まあ、ちょっと吉岡さんからご紹介になりました通りですね、えー。こちらの方を簡単にご紹介させていただければと思います。えー、それでですね。 はい、まず、まあ、ちょっと簡単な自己紹介ですけれども、あの古久保武雄と申します。まあ、ちょっと珍しい、えー、名字なんですけれども、も、えー、ともとはですね、えー、とブロケードとかニュータニックスうとかでまあ働いていた、えーとまあ、いわゆるオンプレ屋さんでございます。はいまあ、エラスティックは大体半年以内でございます。えーとまあ、神戸市に住んでいる関西人でございます。よろしくお願いいたします。 まあそれではではすね、まあ、本日はアジェンダ、まあ、大したアジェンダではございませんが、まあ、一応まず、ルックアップ,プランタイムフィールドって何というところからご説明させていただいて、一応実際にあの画面で、本当に非常に簡単な形ではありますけれども、ご紹介させていただければというふうに考えております。はいでですね、まず、ルックアップということで、まあ、もうここで聞かれている皆さんで、まあ、こんなこと言うのは失礼かもしれないですけど、まあ、あの一応こういう形で まあ我々の向こう、エラスティックサーチ、まあ、こういうふうにあの普通に検索で使っていただいて、えー、まあこう例えばアクセスログがあって、まあ、Google ドライブにアクセスした人誰ですかって、検索したときに、まあ、この PC の名前は今まで返ってきたけども、まあ、さらに PC の名前と社員の名前をひも付けて、まあ、Google ドライブにアクセスしたのは田中さんですよというふうに。 引っ張ってこれる、まあ、機能ですね、まあ、こちら、ルックアップと言いますが、こちらの機能が、まあ、我々別にエラスティックサイトとしてなかったというわけではございませんと。えっと、実はまあこれまでも、えー、実はありましたと。エンリッチプロセッサーとインジェストパイプラインという、えー、機能でじ、えー、できておりましたが、 まあそのやり方が一応このような形になっておりまして、もともとあるこうソースのインデックス、まあ、例えばこのパソコン,のパソコンと、それを使っている社員、えー、のインデックスがあって、まあ、それをエンリッチポリシーという形で、えー、まあこうエンリッチをさせるインデックスというのを、性的にえー作り、まあ、スタティックに作りまして、 で、えー、これですね。で、アクセスログ、インカミングドキュメント、まあ、これが入ってくるときに、この EnrichIndex を使って、まあ、新しいターゲットのインデックスを作るときに、こう、横にくっつけるという形ではできておりました。ですので、こう、インジェストするときに、加えるというのはできてたんですけども、ただ、あの一度加えるともうこれ、これ、このままという形になってしまうので、 まあ例えばあの、AAA というパソコンを使う人が田中さんから佐藤さんに変わったら、えー、とちょっともう対応、これだとできないので、また新しくみたいな形になってしまってたというところが、えーまあ、使いづらかったというところだと思います。はいまあ、あのただ、このルックアップ、後ほどご説明しますけど、まあどあの NH と、まあ、ルックアップランタイムは、まあ、使い分けになると思いますので、 別にあのこのエンリッチがダメというわけではございません。はい。それで8.2でできるようになったことということでご説明しますけども、えーまあ、このようにですね、まあ、ランタイムフィールドというのをあの皆さんまあお使いになったこともあるかと思います。あのいわゆるそのインデックスの中にま入れてしまうのではなくて、あのクエリのとき、 にまあ作成されるフィールドのことですね。で、まあ、クエリのときにこんなふうに、まあ、今、ここに書いてるの、アクセスログというところに、まあ、クエリを投げるときに、まあ、ランタイムマッピングという形で、ここだけ定義するというやり方でもいいですし、もともとマッピングに、スタティックに、まあ、ランタイムと書いておいていただいても、まあ、どちらでも大丈夫ですと。そうですね。で、ここに、今までですね、まあ、ランタイムマッピングでこういうの書かれたときって、まあ、タイプで、例えば、 まあ、キーワードとか、なんかいろいろ書かれてで、その下に例えばスクリプトとかで、えー、既存のインデックスからなんかバリューを持ってきて、それに何らかの処理を施して、まあ、返すみたいなあことが、まあ、よくあったんじゃないかなと思います。まあ、例えばタイムスタンプを持ってきて、それを日月火水木の曜日に直して、まあ、それを返すみたいな。で、アグリゲーションのにまに、まあ、その曜日で アグリゲーションをかけて、えー、曜日ごとの傾向を見るみたいなことに、まあ、使われてたんじゃないかなと思いますけれども、まあ、ここのタイプを、まあ、ルックアップというふうに変えましてで、まあ、あの見に行くインデックスとあとこう参照させる、えー、フィールドですね、まあ、これをここで、えー、一致させることで、えー、持ってきたい情報をこう。 すするというわけですねこのフェッチフィールドとか、まあ、この辺がちょっと今までにはなかった、まあ、あの新しい指定の方法の部分かなと思います。そしてちょっと後ほどもう一度伝えますけども、あの今回ですね、えっ、ー、と、ルックアップで持ってこれるのはこのフィールドでこう持ってくるというだけになってますので、ちょっとこれに対して検索したり、アグリゲーションしたりということはできないということになっております。 で今ご説明した内容と、まあ、あと、例ですね。っていうのはあの、もうすでにドキュメントの方、あの出てますので、まあ、弊社のドキュメントの方、Look Up Runtime Field ってところで検索していただければ、あの出てくるかなというふうに思いますと。でまあ、あんまりこんなの、えー、ポチポチと説明されてもよくわからんなということになると思いますので、まあ、じゃあ実際に、えー 説明をしたいと思います。あれ消えた。すいません。消えました、ね、なんでだ。すいません。ごめんなさい。今またブラウザー映ってますよね。大丈夫ですかね。ごめんなさい。はい。ではですね、まあちょっと簡単に、えー、ちょ例を作っていきたいと思いますけども、まあ例えば、まああのー、ごめんなさい。 何の説明もなくってしまいましたね。ねこれが皆さんいつもご利用の、まあ、キーバナの画面で、えー、こちら、えー、デブツールですね。えー、こちらを,を使って、ちょっと、えー、簡単にデータをちょっと作っていきたいと思います。はい、でまずですね、えー、パソコンの名前と、まあ、あとユーザーですね。これの 一覧のリスト、まずちょっとバルクでこんな風に作っていきたいと思います。まあ、A というパソコンを使っているのが田中さんで B というパソコンを使っているのが鈴木さんですよとこういうので、これをパキッと、まあ、ちょっと入れまして、一、まあ、つ作ります。で、えー、もう一つ、今度アクセスログですね、えー誰。どのパソコンが何にアクセスしたかというのを、まあ、ちょっと簡単に作りたいと。ターバルクで Google ドライブとか。 聞いたとかあと、シェアポイントアクセスしましたとか、まあ、そういったデータをちょっと作ってみました。はい、そして、ちょっと今作ったデータをえー見ますけども、まあ、例えばパソコンのリストであれば、一応こんな風にこうに表示されますと。ういうところですね。で、えー、アクセスログのリストだったら、こんな感じでえ表示がされますと。で えと普段あの、キ花ナお使いの方は、このディスカバーの画面がめちゃくちゃ変わってることに、ひょっとすると気づかれたかもしれませんというところで、あの、一番最初に吉岡さんの方で、ちょっとこう、一番最後の方にあったんですけど、このディスカバーのところが変わってますよとこういうのがあったと思うんですけども、このスタティフスティックスというのが新しく、ちょっと脱線します。フックアップランタイムのところ。こんなふうに、各 えー、フィールドごとのこう統計値みたいなのがちょっとこう出るようになったりとかですね。あと、皆さんが慣れしましらしまれてたちょっと形と変わっててや、例えば詳細を見るときに、まあ、こんな風に右側にペロンとこう出るようになったりとかですね。ちょっとこの辺、えー、動きがあの変わっております。で、ここから、例えばあフィルターアウトしたりとか、トグルしたりとおいったような風に変わってますので、まあ、もし、 まだ8.2触ったことないという方がいらっしゃれば、ぜひ、えー、この辺り、えー、触っていただければなというふうに思います。はい。まあ、それでですね、まあ、今回、今、アクセスログで、まあえー、アクセス先とパソコンの名前は分かっているけど、えー、社員が、名前がまあ分からない、えー、というような場合ですよね。で、えー、と今までだったら、まあ、今までのやり方でちょっとご説明しようかなと思いますけど、エンリッチプロセッサー あだったら、じゃあどうやるのかなというところだと思うんですけども、エンリッチプロセッサーの場合はですね、ちょっともうプロセッサーは作ってありますんで、ちょっと、えー、ご覧いただこうと思いますけど、すいません、あんまりこの辺詳しくない方は何言ってんのかなって感じになるかもしれませんけども、えー、とこれがですね、まあ、ポリシーでして、えー、あの、まあ、 pc リストという、まあ今作ったインデックスに対して、まあパソ PC ネームですよね。あの AAA とか BBB といったので、こうマッチさせますよとういうルールを、まあ一つあの書いております。で、これに対してあの、まあ、インジェストパイプラインというのを当てていきます。で、まあそのパイプラインというのが、えー、こちらですね。よいしょ。 えっと一応、このパイプラインを、えー、当てまして、エンリッチプロセッサーというのを、まあ、使いますよというところですね。で、あのアクセスログのホストネームと、えー、先ほどご覧いただいたこのエンリッチプロセッサーの PC ネーム、これをマッチさせて、えー、マッチした結果をこのフィールドに、えー、持ってきますよと。 ういうのが、えー、ここで書いていることですね。これ確かもう既に入っていますね。で、まあ、これで、まあ、インジェストパイプラインという形であの入りましたので、まあ、ここでいう、えー、ここまで、これとこれを今作りましたと。で、えーまあ、ドキュメントもアクセスログはちょっとできてしまってますので、ああごめんなさい。間違えた。えー、あのここでリーインデックスということで、アクセスログをまた新しい形に ちょっと別の、えー、インデックスにちょっと変えてしまおうと思います。よいしょ。こんな形で、えー、ソースはアクセスログの、まあ、インデックスになっていて、まあ、これデスティネーションで Enriched Access Log というのにちょっと変えたいと思います。で、えー、パイプラインとして今作ったパイプラインログというのを当てますと、えー、アクセスログに えー、エンリッチされて、名前が、あの、追加されるということになりますので、まあ、これを当てますと、まあ、一応、こんな風に、えー、いきまして、ディスカバーで、言いますと、これ、エンリッチの、こんな風に、えー、できまして、これで分かりますかね。えっ、ー、と、ここに、まあ、エンプロイの名前が、 まあ入って、Google ドライブにアクセスしたのは田中さんですねと、まあ、いうのが一応こう出てくるということですね。はいまあ、ですので、エンリッ h を使うことのメリットは、えっと、ここでもうすでに名前が出てきているので、まあ、ここから例えばビジュアライズにすぐに飛ぶことができる。例えば、これを押すと、まあ、こんなふうに、えー、アクセスしている人順にこうやって出したりとか、 あとさらに、まあ皆さんよくやられてると思うんですけども、えー、例えばさらに分類をかけて、えー、誰がどこにアクセスしているかっていう、まあこういう棒グラフが、まあ、簡単に作れるっていうのが、エンリッチプロセッサーの、まあ、いいところですね。えー、なんですけども、えーまあ、ただ一回やってしまうと、もう変えられないと。 というところがありますので、田中さんが佐藤さん、持ち主変わっちゃったら対応できないというところがあります。というところで、まあ、ここから本題の Lookup、えー、ランタイムフィールドのところをご説明したいと思うんですけども、えーまあい、このままアクセスログに対して、じゃあ、例えばこれですね。1つちょっとクエリー文を投げますけども、 えーあ、ごめんなさい。これじゃないな。これマッピングでした。ごめんなさい。貼るのを間違えました。えー、っと、サーチはこっちか。すいません。失礼しました。よいしょ。えー、こちらですね。えー、ま、このランタイムで、えー、ルックアップをして、えー、PC リストというインデックスでの PC ネームとホストネームをこれをマッチングさせて名前を持ってきますという定義を今していますと。で、クエリで、えーで Google ドライブにアクセスした社員の名前だけくださいと。で、フィールドとしてホストネームとアクセスとゥーと、エンプロイの名前を持ってきてくださいとこういうクエリーをここで投げますと、まあ、こんな風に、えー、3つ出てきましたね。ま,あ、まず、 田中さんがアクセスしてます、あと長谷川さん、あと鈴木さんと、まあ、いうふうに、こんな形で、えー、この部分ですね、ここがあのいわゆる、えー、ルックアップランタイムフィールドで、まあ、持ってきた、えー、結果の部分になります。まあ、ですので、えーとまあ、見ていただいたら分かりますけど、当然、PC リストの方のデータを入れば、えー、ここの結果はどんどんこう変わっていきますので、 えーまあ、こう動的に、まあ、例えばパソコンの持ち主が結構まあしょっちゅう変わりますよといったような場合とか、まあ、別にこういうパソコンリストじゃなくて、ほ、まあ、他のパターンですよね、いろいろ元データが変わってしまうような場合には、まあ、このルックアップランタイムフィールドというのが非常に使いやすいということが言えるかと思います。はい、ただ、当然、ルックアップかけますので、当然、その処理としてはまあ普通の場合よりちょっと重く、えー、なってしまうかと思いますので、 えーまあ、そこはちょっとこう、エンリッチプロセッサーとのちょっとこう、使い分けとおいったようなことになるかなと思います。はい。で、今は、えっと、ちょっとクエリーという形で、えやりましたけども、えっと、まあ、明示的にマッピングをしてしまっても構わないですね。こんなふうに。これはもう最初からマッピングで書いてしまうというタイプ。で、これでもうマッピングがされましたので、実はディスカバーの方に、 出てくるはずですと。これ、アクセスログを見ると、わかりますかねここに、もう、えー、出てきてるのが、わかりますかねここに、田中さんとか鈴木さんとかが、まあ、出てきてますよと。ただし、えー、ここ、まあ、ハテナになっていて、まあ、こうやって押しても、あの、ここ田中さんしか出てこなかったりとかあしてですね、ちょっと、まあ、先ほど一番冒頭に言いましたように、あの、 アグリゲーションとか、これに対してサーチっていうのができないというところが、ちょっとエンリッチプロセッサーとの大きな違いになるというところになります。はい。ということで、ちょっとごめんなさい。非常に地味なデモにはなってしまったんですけども、今のところ使い方としてはこのような、今お見せしたような使い方になりますので、ぜひですね、ちょっと試してみていただければなというふうに思います。 はいでえー、で注意事項というところで、こちらちょっと、えー、聞いていただきたいんですけど、まず、えー、テックプレビュー扱いです、まだ。ですので、使用変更になる可能性もありますので、そこはご容赦くださいとういうことですね。であと、何度も言ってますけど、ルックムランターフィールドに対する検索やアグリケーションをかけることはできません。であと、同じキーが複数ある場合ですよね。例えば A という PC を。 持っている人の情報として、田中さんと佐藤さん両方入ってましたという場合、どっちが返ってくるかは分かりませんよとこういうことになります。はい、なので、ルックアップ先の値で検索したいですとか、う速度を求めるとか、いったような場合には、やっぱりエンジプロセッサープラスまインジェストパイプラインをご利用いただいて、先にちょっとデータとして変えておくという対象をまあしていただくというような形になりますので、ああ使い分けを まあ、ぜひお願いいたしますというところですね。はい。で、本日お話しした内容はですね、こちらのですね、えっと、エラスティック s e a r c のオーガニゼーション、あのキータのブログなんですけども、このオーガニゼーションという部分に、えー、エラスティック s サーチのブログがありますので、これで、あの、ほぼほぼ同じことをブログとして書かせていただいておりますので、まあキータで、ルックアップランタイムフィールドで、えっと、検索をかけていただいた一番上に出てくると思いますので、あのこちらも 別途ままたた見ていいいだければなとううふうに思います、はいまあ、すみません、ちょっと短かったかもしれませんけど、ご清聴ありがとうございました。もし何か質問等ございましたら、あお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、古久保さん、ありがとうございました。えー、では、質問の方はツイッターの方にお願いします。ちょっとお待ちしましょうか。 ルックアップ、あれですかね、なんか主な使い道としては可視化になりそうなんですかね。そうですね、ちょっとまだ、あのルックアップを使って可視化というのが、ちょっとまだ説明したように、あれでアグリゲーションができないので、まあ、そうですね、可視化もあるとは思いますけども、も、はいうん、結構、そのエンリッチすると、頻繁にエンリッチプロセッサー使うときに、ええ 頻繁にデータ変わると、そのためにフォローが必要なので、そうですね。病が、ねまあ、なんていうんですかね、ディスカバーとかテーブル、そういったところだと、はい、役に立つってことですででもももータシルみたいなものでもで、ね、結局アグリゲーション入ってしまうから使えなないってことなんですよね。そうですね。まあ、ただ、今まだテックプレビューですので、ちょっとまた GA の時にはまた状況が変わってくるかもしれません。はいはいえー、では、なんか来てるかな これから、そうですね、あのベータ成エイとなるのが楽しみな機能ですね。はい、はい、では、えー、古グモさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あということで、最後ですね、最後は、はい、エラスティック社の鈴木翔太郎さんです。えー、翔太郎さん、大丈夫でしょうか はいお願いしますはいよろしくお願いしますちょっとシェアしますねはい出てますかねあれ映っておりますちょっと待ってくださいはいちょっとスライド出てますね大丈夫ですねはい はい。そうしましたらよろしくお願いします。えっ、ー、と、今日はですね、ビルディング・サーチ・エクスペエンス・ビズ・エラスティックということで、これはの本社の PM がですね、プロダクトの方ですね、のマネージャーが、その、エンタープレス・サーチの担当者なんですけど、えー、公開した最新のサンプルアプリ、ごちゃごちゃ入ってありますけど、まあ、こんなテクノロジーを使っているというサンプルアプリをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。でまあ、いつもの自己紹介なんですけども、もともとマイクロソフト13年ぐらいいまして、 まあ、あの会社向けの技術系発活動をずっとやっておりまして、まあ、エラスティック2020年の6月なんでもう丸2年経って3年目、えー、ということで、早いもので、えー、なりました。また、政府の方もですね、あの仕事をさせていただいてます。で、今日の内容なんですけれども、まずあのアプリどんなものかっていうご紹介したああで、まあ、あの初めての方もおらえるかもしれませんので、エラスティッククラウドのセットアップ、ちょっとだけご紹介して、 あと、データの取り込みのコンテナとデータ検索のコンテナですね、順番にご紹介していくという形でご説明したいと思います。はい、最初、アプリ概要なんですけども、こちらをご紹介します。まあ、このアプリケーションなんですけども、これあの実はですね、あのまあ、ここにあるそのプリンシパルプロダクトマーケティングマネージャーの、まあ、アイザックという人がですね、まあ、作成してよく自分でもデモをしている人です。この人も実はもともと MS にいた人で、 まあ僕はちょっと当時は知らなかったんですけど、まあ、いろいろ Azure Friday とかね、そういうあの MS のイベントにも出ている人なんですけども、えっ、ー、とまあ、この彼が作ったの、最初の実はこの彼の GitHub の,のいわゆるこうリポジトリ行ってみるとですね、あの最初どうやらその、まあ、僕がよくドットネットのコミュニティでやってる b l a z e r asp.net のまあコアの6と、あと b l a z e r で作ってたみたいなんですけど、どうやらあの公開版はですね、今回ご紹介するように Python とか、 あと、ドッカーでですね、ちょっとあ、まあ、いわゆるテクニカルスタックを変えたというか、テクノロジースタックを変えて、えー、実装してきたと。で、フロント側の方が、まあ、皆さんおなじみの SearchUI なんですけども、これが、まあ、あの今回、TypeScript を採用して少しアップデートされましたので、それを使っているという構成になっています。で、まあ、これのデータの元なんですけども、まあ、よく使われる。 ものですね、これも TMDB というやつで、えー、ザムービーデータベースということで、ここからですね、データを取り込んできて、インデックスにするというようなやり方をしています。はい。それでですね、まあエラスティッククラウドのセットアップですね、これはもう皆さんご存知だと思いますけど、まあ、えー、上の方でですね、ありますけれども、結局そのエラスティッククラウドマイ y ス l のところからは、あの、ク、ま、ラ、あ、ウド .elastic.co.jp みたいなところで、えー、URL ありますので、これ使ってみたことある方は、 あまあ、問題ないんですけども、まあ、無料体験で、ね、あの14日間使えますので、初めての方はそこからです、ねえー、この上記のように、まあ、パスワードを発行されますので、マイクロソフトアカウントかグーグルのアカウントで入っていただくと、まあ、それですぐ使えるようになると、でこの上の、まあ、GIF アニメーションにあるようにです、ね、この必ず1回発行された、まあ、エラスィックはまあ一応アドミンパスド、アドミンの ID なんですけど、パスワードが必ず発行されますので、それをまあダウンロードして取っておいていただく必要があると。 で,すね、で、あとはあのクラウド ID とか、まああのまあ、ベース URL とか、この,ああのアップサーチのね、えこの辺のところはまあ全部、えー、ポータルの中から取れますので、えー、まずはそこだけ注意して、えー、クラウドのテンプロイをお願いしたいと思います。それでですね、データの取り込みの方にちょっと移っていきますけれども、えー、データの取り込みのところで、まあ、これあの、基本的にその Docker コンテナとして動かすんで、まあ、なんか、 実はですね、これ、ドッカーデスクトップで今回のデモは動かしていますけど、まあ、本当はですね、まあ、まあ、Google Cloud Run とか、まあ、ああ Azure の、まあ、まあ,あ,あ,あ、コンテナインスタンスとか、コンテナアップスとかね、いろいろありますので、そういったもので動かした方が面白いかななんて思います。まあ、そうすると一応 <laughs>、反永続的なというか、あの動かせるデモになるんですけど、まあ、一応今回はドッカーデスクトップの方でそのまま動かしています。で、ちょっとですね、はい、これを。 スライドショーを終了して、えー。そうすると今ちょっと VS コード映ってるかと思うんですけど、えーえっと、これではなくて、ですね。まあ、VS、あ、VS じゃない、この e r a s の方で、えー、まあ、クラウドデプロイしていただいた結果、まあ、こんな感じになりますという。まあ、これちょっと Google クラウド、GCP ですね。で、えー、まあ、エンタープライ i s e のところに入っていただくと、 まあ、ケー僕2回ちょっとやっちゃったんで、2回、二個できてるんですけど、まあ、この tmdb という、まあ、エンジンがまあ出来上がってますよという、まあ、こんな形になってます。で、これを先ほどの、まあ、コンテナ、ちこちらですね。えー、これ、上の方がデータローダーのやつですけども、えー、こちらに入っているものを、これで、実は、インデックスデータを作っていって、えー、まあ、ここに、まあ、 CMDB から取ってきて、まあ、そしてそれを演、まあ、をするという、まあ、エンジンの中に入れるという、まあ、そういった処理をしています。まあ、すごい単純な処理なので、まあ、なんかの参考になると思いますの、ね、で、これもぜひ見ていただければと思います。ここでクラウド ID とかね、いろいろと使っていますけど、こういったパラメータはちゃんと入れておく必要があると。でそこは、あの後でも出てきますが、この円布のところにですねこう、こんな形で入れていくようにいい、まあ、独立したファイルになって入れていただければと。 本番環境的なものではないけども、一応ここにね、入れているという感じになっています。で、これでやっていただいた結果、まあ、先ほどのものが出てくるわけですけど、まあ、一応8675個と。まあ、そんな最新の映画まで全部入ってたわけじゃないんですけども、ドキュメント的にはこれだけ入ってますよってことで、まあ、一つ一つのね、えー、まあ、まあ、データがこう入ってる。で、あの、実はこれの中で、えー、まあ、シノニムなんかもですね、これ、まあ、このスクリプトの中で設定しちゃってるんですけど、まあ、面白いところで、そこは、まあ、 こんな形で、まあ、例えば、よくわかんないんですけど、まあ、こういう、まあ、ファミリーだったら、チルドレンも入ってるとかね、まあ、こういう、まあ、この人が多分設定したもの、まあ、これ以外のものを当然、皆さんの方で、ね、設定していただいて作ることができますけど、まあ、シノニムなんかもまあ自動的に設定してあって、えー、こういった形で入ってるということになるわけですね。で、まあ、あとはクレデンシャルズのところ、ここだけちょっと注意していただきたいところなんですけど、これはあのスライドの方でも、この後、まあ、まとめてありますが、 エンドポイントのところをコピーするのと、今回このね、あのサーチキーの方ですね、こちらの方を使ってえ、これをコピーしていくと必要があるんです。ちょっとこのこ辺間違えないようにしないといけないというところかなと思います。で、それだけ設定していただいて、あとソースコードはね、中身の方を見ていただくとあのいいかなと思うんですけども、もう一回戻って。まあ、先ほどの、まあ、MV ファイルですね、これ。 えーまあ、TMDB データのインデックスを、まあ、クエリスのメカニズムを作るために、まあ、こういったところに入れてい、えー、きますよということで、これちょっと後でまた、ね、公開しますけれども、まあ、こんな設定のファイルがありますので、ここにコピペして入れてくださいと。で、そうすると、まあ、ここちょっとね、ポイントとしては、まあ、Docker デスクトップを、ね、使わなきゃいけないというのがあって、まあ、Docker デスクトップにデ,、まあ、デプロイするんで、まあ、あこれで一回そのインプットの PY っ パイソンとそれからアナリティクスの PI というこの2つをね、えー、入れなきゃいけないんですけど、まあ、このちゃんとこれ、まあ、皆さん、慣れてる方は問題ないと思いますけど、先ほどの VS コードにあったようにですね、えー、ターミナルで必ずそのデータローダーの下に行ってですね、このコマンドを打っていただくと。まあ、こっちはね、特に問題なく、えー、先ほどのような結果が出てくるような形になるかなと思います。で、えー、結果、こんな形になるということで、 まあ、そういう意味では、ここにもうデータ入ってますので、まあ、これで、えー、先ほどのですね、えー、陣の方に行って、まあ、これで、あの、後半の方にも関わってきますけど、Search UI のとこね、これ、今までの、まあ、これと全く同じなんですけど、構造的には。まあ、ここで手動でですね、その、まあ、まあ、何でフィルタリングしますよとか、キャストとか、バジェットとか、まあ、ジャンルかな。 名前とかもわかんないけど、こんな形でやっていって、えー、相当はそれこそ、バジェットなの。こっち、バジェットやめて。ID とか。まあ、いろいろこう、適当な、なんでもいいんですけど、レーティングとかでね。こっちですね。 まあ、レーティングとか入れて、で、URL フィールド。まあ、あこれちょっと URL は多分、これ、多分、ちゃんとした URL フィールドはこれない,ないと思うんですけど、まあ、あのね、本当は URL フィールド入ってるやつを直接飛んでいけるんでいいんですけど、まあ、適当にこう入れてですね、まあ、作ってやると、まあ、こんな形でできてくると。これがまあ、あれですよね、Search UI ですよね。で、ちょっとまあ、今ちょっと適当ですけど、まあ、こんな形で、キャストで、フ、え、ィ、ー、ルタリングしたり、 ことで、まあ、これをまあダウンロードしてその、それをその、えー、まあもうすでにその、えー、まあリアクトのアプリケーションになっているので、これをカスタマイズしてくださいねという話にちょっと今までなっていましたで。それを使って実際にやっていただいたものというか、これをあの今回ね、えー、の UI の方はまたさらにカスタマイズして作られていますので、まあ、元はこれなんだよとてことだけを。 まあちょっと押さえておいていただければいいかなと思います。それでですね、ちょっと、スライドの方に戻りますけれども。はい。データの検索の方なんですけども。 これは、あの、今度ね、.env っていうファイルの方に、同じように、その、まあ、さっきの、アップサーチのベース URL というところと、それからあ、API のキーですね、先ほどご紹介した。この二つを入れて、エンジンでも入れてやるということで、これも、サーチができるようになってます。で、ドッカーの方も、まあ、ドッカーの、その、デスクトップ、これ、先ほどのところで、VS Code ので、ね、s t r e a m i n AI の方にちゃんと行っていただいて、で、まあ、 ロッカービルド、ラン、まあ、やっていただくんですけども、これがね、なかなか <laughs>、えー、なかなか面白いというかね、ちょっと後でまたご紹介しますけど、あのうまくいかないことが結構ありますので、この辺はちょっとブログの方に書いてあるので、まあ、別のコマンドを打ったりとかして、まあ、ちょっとねリアクト、バージョンとかあの、ライブラリの微妙な違いによってですね、たまに動かなかったりっていうのがあるので、えー、そこはちょっと、いろいろ工夫してみてくださいというようなことも書いてあります。 で、ちょっとこちらのところのですね、実際に実行してみると、まあ、ローカルホストの5000で動いてくるということなんですけど、まあ、先ほどご紹介したように、まあ、クラウドランとかコンテナネスタンスでもいいんじゃないのみたいな話になります。で、実際ちょっとこちらを見てみたいと思いますけども。これですね、こんな形になっていて。 まあね、さっきのね、全然素っけない、その、まあ、普通のサーチ UI のものから、まあ、いろいろこう、まあ、ちょっとね、かなり、えー、いろいろ書か,かなきゃいけないんですけども、まあ、デザインしてやると、まあ、こんな形で、えー、まあ、この辺はまあ、全部サムネイルとか取ってこれるので、TMDB の方から。まあ、そういったものが配置されて、例えば、ここでね、スターとかって打って、失礼しました。そうすると、まあ、こんな風にね、ちゃんとこう、サジェストされてくるんで、いい感じになりますし、 意外とね、日本の映画なんかも入っててですね、面白いんですけど、まあそれはいいとして、もう一回こう、スターでこうやってみると、まあこれで、ちゃんとね、ここで、しっかり機能してるのがね、わかるのかなと思います。で、日本の映画とかは、えー、意外なことにこう、エヴァンゲリオンとか入っててですね、こんな風に結構入ってんですよね。そう。で、あとはね、じゃあちょっと、 トミノさんはどうなのかなということで、えー、ガンダムをね、見てみると、なんと、ハサウェイが入ってるんですけど、下がなんか、ナラティブという、結構ね、マニアックな感じになってますけど、まあ一応こう、両方ともね、こう、前提要件が多すぎて、もっと前のも入れとかないとまずいなっていうのをちょっと個人的に思いました。ちょっとしょうもない話なんですけど。まあそんな形で、あの、いろいろ入ってますので、これはあの非常に楽しめるアプリケーションなのかなと思います。でね、本当はちょっとこれ、 ここから、こう、リンクが貼れてて、実際の、こう、まあ、その映画のね、こう、言われるとかに、それに飛べるようにすれば一番いいんですけど、なぜかこの TMDB って、そのオリジナルのところっていうのが、なんか入ってないみたいなんで、これはちょっと、もう一回ちょっとね、確認しないといけないですけど、その方がいいかな、なんて思ったりします。はい。まあ、こんなアプリケーションが出来上がりますので、ぜひちょっと、皆さんの方でも試してみていただければと思ってます。はい。それでですね、 ちょっとソースコードのところもね。で、今度はね、先ほどご紹介したように、こちらのね、演武の方に、まあ、入れていただくんですけども、まあ、こっちはまあ、本当にその、うん、まあ、普通のこういう構成になっていて、エンジン X だったりと書いてありますけど、まあ、あの、中身的には、そんなに全然あの、デザインのところ以外は先ほどのね、ソースのところ、 えこの辺はもう全,然全部一緒なので、まあ、デザインのとこだけちょっと、えー、整形して、ちゃんとしたものにしているという形になっています。まあ、これもぜひ中身をね、いろいろこう見て、あの同じような形にするにはどうしたらいいのかなというですね。まあ、ちょっとこの辺いろいろ書かなきゃいけないんですけど、えー、ためまたいろいろこう、実際いじって試してみていただけるといいかなと思っています。で、ちょっと一回、こちら戻って。それでですね、 えー、リソース保管ということで、まあ、これは今回のね、ブログの中にすべて入っております。でこの Building Search Expense with Elastic という、まあ、このアイザックの書いたブログを見ていただけると、まあ、今、僕がやった内容があの一通り、まあ、そうですね3、3、4ページかな、にまとめて書いてありますので、ぜひ試していただきたいんですけども、ちょっと注意点がありまして、えー、これはですね、 インテル Mac か Windows 10, 11のマシンでやらないとですね、動かないですね。その、データローダーの方はあの、特にアーキテクチャ、CPU のアーキテクチャ関係ないんですけども、リアクトの方は明らかにですね、僕も最初 M1Mac の方をメインでやってて、全然動かないので、どうしたんだろうと思って、ちょっと会社のね、こうもう一個の16インチの方のインテル Mac で使ってやってみたら、すんなりちゃんと動いたので、 まあこれはちょっと、まあ、ちゃんと書いとけよというふうに思いましたけどま、あまあね、しょうがないかなと思いました。まあ、そんな感じで、ぜひ、のこの辺のアーキテクチャーにちょっと気をつけながら試してみていただければと思っています。で、まあ、以上なんですけども、ちょっといくつかあのねあの告知というかご紹介させてください。で、まあ、一つはこれもう終わってしまったもので、アーカイブに残ってるんですけど、まあ、弊社のその、 ふり、まあ、子さんと同じチームの,その杉本さんが、ね、やっていただいたあエラスティグマップスの機能紹介、これも、まあ、あの非常に面白い、ご興評をいただいたものなので、ぜひちょっとアーカイブを見ていただければと思っています。それから、これ、今日お昼だったんですけど、出られた方おられますかね。これも まあすぐに明日からまたアーカイブ見られますので、まあ、どちらかというと、これはすごいテクニカルなというよりは、もう少しビジネスサイドよりの方にも、まあ、見ていただけるような内容になってますので、こちらももし見逃したという方で、ね、早速見ていただけると嬉しいですね。そしてこちらまあ将来のもので、ちょっとぜひこう見ていただきたいというか参加していただきたいんですけども、まあ、あの来月21日、久々のエラスティックコソリューションセミナーを開催いたします。これ まあ世界でやってるんですけど、まあ、一応アジアパシックの中でジャパンが今回独自でやっている内容になりまして、まあ、この2つのお客様事例とですね、あと弊社の方からソリューションアーキテクト2名という形で、全部でその4セッションですね、これを両方2つのですね、オープニングとクロージングで挟んだ形でご紹介していますけど、2時間で詰めてありますので、 ぜひですね、この21日は時間を確保していただいて、ご参加いただければと思います。はい。そしてもう一つはですね、これは7月の最後なんですけども、まあ、メイブルさんという、まあ、まあ、Web アプリケーションの E2E、e、テストの、まあ、ベンダーがあり、あおられますけども、こことですねあの、共同セミナーをやることになりました。で、こちらは、まあ、オブザビリティのお話の一環、まあ、シンセティックモニタリングみたいなお話と、 あと、マイクロサービスとか、それから、まあ、まあ、電ボオスみたいなところですね。それも含めて、えー、いろいろ、ここにあたりのこうエリアに関心のある方はですね、ぜひご覧いただければ、参考になるところがあるんじゃないかなと思っています。はい。ということで、まあ、4つぐらいね、告知と、あとご紹介させていただきましたけども、まあ、今回の、ね、僕の発表は以上させていただきたいと思います。はい。どうもご清聴ありがとうございました。 はい、翔、えー、太郎さん、ありがとうございました。えっ、ー、と、e ラスティックさんはウェビナー系が非常に頻繁に開催されますので、最新の情報をウォッチしたい方は、今、紹介にもありましたが、ぜひご覧になってください。えー、では、このセッションに関して質問がある方は、Twitter の方に、えー、投稿をお願いします。 まだ今のところ来てないですね。翔、はい、太郎さんが発表してくださいましたけれどもあの、検索エンジンとしてのエラスティックサーチだけではなくて、UI 部分を簡単に作って、まあ、公開するというか、そういったところのライブラリも用意されているということですので、サーチ UI ですね、まあ、そういったところを利用して、えー、なんていうんですかね。こう 早く高速に、えーうん、検索エンジンの効果を届けるっていうのも面白いのかなとおっしゃる通りで、あとはまあエラスティッククラウド、非常に簡単にセットアップできますし、ね、Google でも Azure でも AWS でも何でも簡単に使えるようになっているので、その辺もいい,い,いところじゃないかなと思いいいまますすはい、ありがとうございますちなみに、SearchUI という、えー、ライブラリというか、が出てますけれども、もともとはアップサーチにつなぐもの。 だったんですけど、今直接エラスティックにもえっ、ー、とテクニカルプレビューかなでつなげるようになってますので、あのエラスティックですでにデータベースというかあのデータストアを用意している方もサーチウェア利用できるので、はいぜひ試していただければと思います。では質問も、えー、投稿されていないようですので、はいでは翔太郎さんありがとうございました。ありがとうございました。あり,したありがとうございます。 ということで、えー、お三方に発表をいただきまして、えー、本日の勉強会のセッションは以上になるんですけれども、えーですねえー、2ヶ月後、8月と、それから次の10月という、えーまあ、2ヶ月おきに実施しているんですけれども、第49回、第50回の勉強会がまた行われますので、えー、ぜひ登壇者を募集しておりますあの。エラスティックサーチを使ってみたというような入り口から、もしくはこう使いこなしてみたと。 いうような深いお話まで、あの自由にエラスティックサーチ関連であればお待ちしておりますので、ぜひ、ご応募の方をお願いします。この QR コードもしくはですね、エラスティックサーチ勉強会のミートアップのランディングページにも、えー、Google フォームへのリンクがありますので、そちらからの応募をお待ちしております。はい。えー、ということで、はいえー、まず、えー、本日の発表以上になりまして、あのエラスティックの8.2の最新ですとか、 まあ、サーチ UI を使った、えーまあ、検索エンジンを高速に、まあ、UI を作るというところですね。そういうところまで発表いただきました。それから松浦さんには、まあ、あのグラフ q l プラスエラスティック s ー a ということで、かなりチャレンジされている内容だったと思います。まあ、あの、なんてうんですかね、こう発表いただくのに、こうカチッと固まっている必要はなくてですね、まあ、いろいろやってみたとか、うまくいったらいかないとか、そういった内容でも勉強会としてはあの皆さんの参考になると思いますので。 発表してくださる方をお待ちしております。はい。では以上をもちまして、第48回エラスティックサーチ勉強会を終了とさせていただきます。はい。皆さんありがとうございました。はい。ありがとうございます。あ、チャットありがとうございます。はい、では以上になります。